が戻ってまいりました。1位で戻ってきたのは2人。さあ4万円をかけてどっちが先に切るのか。追い込むどっちや。非常に激しいアタック、マトリックス長良選手、ゼッケン11番、長良選手獲得ですね、4万円。さあこれから5周目に入ります。はい、まあ、このね、あとポイント周回の直後っていうのは結構アタック決まるポイントになりますからね。はい、ふとこう足を休める選手がいる中でカウンター攻撃手段伸びてますからね。はい、いや取りましたね、取りましたね、はい、これでまたチームの軍資金が潤っていくわけですね。いやちょっと僕も一応宇都宮ベリッツの監督ですから、はい、若干悔しいですね。さあそうですよ、栗村監督次の周回賞、そうですね、年末のね、はい、忘年会監督名称なんですけど、はい、そして一人今遅れて鈴木選手ですね、はい、通過。ヨーロッパでもこのクリテリウムというレースは非常に盛んに行われてまして、はい、同様にね細かく賞金が設定されてるんですよね。あ、なるほど。で時にはですねお客さんから、はい、もう次の周回俺これ5万出すよっていう話で、そうですか、急遽そういう賞金ラップが決まったりもするんですね、ヨーロッパでは。なるほど、はい、まあ、今回はそういう設定は多分ないと思いますから。そうですね、ぜひお心をお使いがある方は出してあげてください。で本当に感染型レースですので、はい、各都市のね街の中でこう自転車レースが頻繁に行われているというのがやっぱり本場ならではですよね。なるほど、はい、今バックストレート結構何名かがね飛び出しているようなシーンがちょっと見えましたので、はい、もしかするとここへ来て一つのレースの形、うん、数名の逃げが決まっているかもしれませんよ、最終コーナー。さあ先導バイクが戻ってきた。あっ、つながってます。ちょっと差が開きましたね、間ましたね。どうでしょうかね。さあ先頭が西日本学生選抜の選手、ゼッケン、はい、37番、41番、榊原選手と、黒枝選手ですね、はい、佐野屋数名抜け出したんですけど名集団もここでジョインですね。今手元にプロのレース5周目、5周を終えての順位等が入ってきておりますが、5周を終えてタイムが10分と、はい、1位のチームマトリックスパワータグが5周を終えて1位の時点でのタイムが10分ということで、はい、平均速度がやはり速い。どうなんでしょう、42キロという速度なんですか。出てますね、42.5キロ、はい、この平均速度はどうなんでしょうか、はい、ただね、やはりもっとスピードが出てもいいコースですので、そうですね、コンディションが厳しいということですね、横風も含めて、はい、これね、今ちょうど周回賞ゲットしたのが、はい、長良選手ですね、はい、そしてその後ろに来ていたのが中根選手、社会人大学生というような構図ですけどもね、はい、はい、まあ、今ちょうど西日本学生選抜の監督もね近くにいるんですが、はい、非常に切ない顔をね切ない表情をしておりますけどもね、この辺りは走る選手そして監督ね、はい、一丸となってやっぱり作戦を立って走ってますから、はいはい、どうなんでしょう、監督としてはレース中はどのような形で指示を出してるんですか。昔はですね、はい、ちょっと前までは無線機が使えたんですけど、今はね無線機も使えなくなりましたから、そうですか、念を送るしかないです。念を送るしかない。なるほど、でも栗村監督も僕はもう完全に今このマイクを私物化するしかないので一番指示を送りやすいポジションにはいるんです。そうですね、まあ、これ栗村監督の特権ですから、はい、そうですね。なので一応周回賞の時は4万円と大きい声でね、まあ、他のチームにも聞こえてるわけですけども言うようにはしてますけども。さあ今戻ってまいりましたか、はい、おー結構行きましたね、一人飛び抜けています。また学生選抜ゼッケン41番、榊原選手インカレチャンピオン。さあどうでしょうこの、まあ、おーいい走りですね。そして学生続きますね。8周目を終えに向けての、はい、この
距離の開け方。ただね、練習ではどっちかっていうとこう様子を見てますので、はい、高木原選手のアタックも素晴らしかったんですが、はい、まあちょっと泳がしているというような展開で、ここから次の展開がね、高木原選手にまた何数名が追いつくのか、それとも練習団がもう一度飲み込むのかというところでしょうね、はい、なるほど。やはり5周に1回の周回所がポイントになると思いますね。榊原選手も非常に力を伸ばしている選手ですので、はい、今年のジャパンカップという大きなレース、はい、あったんですけども、ジャパンカップじゃないですか、ツールドオキナーですね、はい、ツールドオキナーというレースでは、プロチームの研修生制度を使ってですね、プロチームの一員として、はい、レースにも出ていた選手です、ね、そうですか、はい、まあ、あの選手本当にあの育成という意味合いも込めて、はい、そういうあの経験を積むことができる大会というのは非常にあの価値がありますよね。そうですね、やっぱり若い選手がねこういう、はい、レースをきっかけにまた伸びてくる可能性もありますのでね。さあバックスレート練習団がね今通過してきましたけども、はい、いやしかし30周、まあ、我々の感覚からすると40キロって決して長くはないんですが、はい、まあ、先ほどあの1周回全力疾走されたアニさんからすると多分考えられない数字、考えられないですね、ですよね、本当に、はい、あのスピードでしかも30周行くのかと思うと。さあ今先導のバイクも戻ってまいりました、はい、先頭は変わりましたね、変わってますね。山本元気選手 U23 全日本チャンピオンですね。 U23 全日本チャンピオンが今1位で、続いて8周目に突入していきました、はい、そしてそれを追うのがヨーロッパで走っている小森選手、さらに宇都宮ブリッツ初山選手ですかね、若杉選手か。ただやはり集団はこう逃げを容認しませんから、はい、ずっとつながる展開がね続いてますよね、うん、その先頭からまた真ん中ぐらいにかけて虎視眈々と、はい、いつアタックかけてやろうかとやっている選手もたくさんいると思いますが、やはりね今回その、5周に1回周回賞がかかってますので、はい、これあの逃げをね、逃げと飛び出しを容認してで最後に捕まえるって作戦もあるんですけど、はい、これを許してしまうと飛び出した選手に全部4枚持ってかれるということで、今回は ね、 うね、もう集団が全くそのアタックを容認しないですね。ですからやっぱりこうお金かかってるとね、はい、人の性格というのはよくわかりますけどもね。さあ、はい、この5周ごとの順位、1位が誰なのかというのも非常に注目のポイントでもありますが、さあ、選手、今戻ってきておりますので皆さんどうぞ大きな拍手で迎えてあげてください、声援を送ってあげてください。さあバックストレート、ちょっとね選手が数名止まっている様子が見えますので、もしかするとクラッシュ発生したかもしれませんね。やはり横風区間ですから選手は風下にこうもう張り付くように走りますので、はい、そこで数名の選手がちょっとした転倒事故起きたかもしれませんけど、まあ、あの走り始めてますのでね、はい、さあ、先導のバイクが今最終コーナーを曲がって前、戻ってきました。おばらけてる。さあ先頭はどこになるでしょうか。あ、佐野選手来ましたよ、ゼッケン1番、はい、佐野選手、そして山本元気選手、そして先頭集団5名に対して1名が追走ですね。さあ4万円の周回数、次さあ、はい、次10周目ということになります。どのチームが首位で戻ってくるのか。賞金周回気になるところですよね。さあその10周目、まもなく選手も戻ってまいりますが、
今飛び出したダンジェロ・アンティヌッチの、はい、佐野選手ですけども、はい、本当に国内トップクラスの力を持っている選手ですからね、はいはい、ただスプリント力はないのでやはり佐野選手は飛び出さないといけないということですね。なるほど、はい、今バックスレートバラバラになって通過してきましたけどもね、はい、その今お話に出ました佐野選手ですけどもね、ジャパンカップ3位、はい、そして通合北海道個人、はい、個人総合で4位という成績を非常に強い選手です、ね、残してらっしゃる。ただ、ね、バックストレート相当これバラバラになってますよ。そうですね、おそらくバックストレートでもしかすると何かが起こったのかもしれませんが、さあその10周目賞金周回、賞金周回先頭で戻って来るか。今最後尾、あ、来ました来ました、さあ戻ってきました。